オウム真理教代表麻原彰晃容疑者が住まいとしてきた第六サティアン。世界の救済を掲げてきた教団は社会に敵対する犯罪集団に姿を変えていました。5月16日、オウム真理教麻原代表が殺人の容疑で逮捕されました。警察は地下鉄サリン事件を麻原代表を頂点とする教団の組織的犯行としたのです。東京駅近くのオフィス街、歩道の脇の木箱に花が供えられています。木箱はここで靴磨きをしていた老人が靴墨やブラシをしまっていたものです。老人は木箱を残したまま3月20日以降姿を見せなくなりました。靴磨きをしていた渡辺春吉さん95歳、3月20日の朝、渋谷区の自宅から仕事に向かう途中、地下鉄日比谷線の電車の中で毒ガスサリンに襲われ亡くなりました。5月12日、一緒に暮らしていた名護さんが渡辺さんが仕事をしていた場所を訪れました。49日の法要を終えたのを機に仕事の道具を片付けに来たのです。並べてくれます？木箱には修理された靴が4足しまわれていました。あの朝事件に遭わなければお客さんに手渡すことになっていた靴でした。もう年中おじいちゃんと話してたんですよ。ここで日本橋の商事会社に勤めていた岩田隆子さんは出勤の途中事件に巻き込まれました。こんな小さいお骨になっちゃう。もうあんたは帰ってこないんだよね、姉ちゃん。悩みを救ってくれるのが宗教であって、その頂点に立って殺人を犯すなんてとんでもない、許せません。あの人、あの20日っていうのはもう二度と来てほしくないし、思い出したくないんですけど、それが思い出しちゃうんですよね。3月20日午前8時、東京はラッシュアワーのピークを迎えていました。誰もがいつもと同じように会社や学校へと急いでいた朝の地下鉄。かつて例のない無差別テロは逃げ場のない満員の電車を襲ったのです。乗車率は 200% を超えていました。身動きもできない密室の中、乗客は突然激しい吐き気やめまいに襲われたのです。現場に残されていたサリンの入った包みです。先の尖ったもので穴を開けサリンを発生させたとみられています。サリンは車両からさらに地下鉄の構内に広がっていきました。ホームにいた人、駅の職員、さらに救護に来た消防隊員までが毒ガスサリンに倒れました。被害を受けた人は5000人以上、12人が亡くなりました。一命を取り留めたものの今も苦しんでいる人もいます。この30代の男性は意識不明の状態が10日間続き、一時は心臓も呼吸も停止しました。脳に酸素が行き渡らない状態が続いたため、数時間前の自分の行動さえ覚えていることができず、職場への復帰が遅れています。オウム真理教はロシアのウラジオストクから日本の信者に向けてラジオ放送を流していました。事件翌日の放送です。
界に降誕された聖なる魂、闘志。闘志がもはや大破局は避けられないと言われている。大破局は間もなくだと言われている。私は君たちが私の手となり足となり、あるいは頭となり、救済計画の手伝いをしてくれることを待って、最初に救済計画を行う、そして悔いのない死を迎えようではないか。教団のトップ麻原彰晃代表が逮捕されたのは事件から58日目でした。オウム真理教の犯罪集団としての姿が明らかになりました。12人の犠牲者を出し5000人以上が被害を受けた地下鉄サリン事件は、教団の頂点に立つ麻原彰晃容疑者の命令のもと、このオウム真理教の組織的な犯罪であることが明らかになりました。しかしそれにしても猛毒の神経ガスサリンをなぜ作ったのか、なぜ無差別テロ事件を引き起こすに至ったのか、事件は依然大きな謎に包まれています。でその麻原代表を率いるオウム真理教が暴走を始めたのは5年前のことです。5年前、1991年、麻原代表は自らを救世主と称し、この年を救済元年と位置づけました。今夜はこの1991年から5年間のオウム真理教暴走の軌跡を、これまで明らかになった事実をもとに検証していきます。まずサリンが作られていた山梨県上九一色村の教団施設です。これはその模型です。で麻原代表が逮捕されたのはこの第6サティアンという建物、この建物の2階と3階の間にあった隠し部屋の中にいるところを麻原代表は逮捕されました。でこの第6サティアンから2キロ行ったところにサリンが作られていた第7サティアンと、隣この青い屋根、実験室があります。でここで作られたサリンが3月20日地下鉄サリン事件で使われました。この事件を取材した近藤記者です。近藤さん、はい、この第7サティアンと実験室でサリンが作られていたということなんですが、第7サティアンの中の化学工場というのはこれどういうものだったんですか。はい、第7サティアンですね、縦20メーター、横30メーターの中規模クラスの化学工場で、中の設備も大学の研究室レベルを超える最新鋭の設備が備えられていました。中をご覧ください。第7サティアンの模型を作りました。本当に工場ですね。3階建てになっています。はい、警察のこれまでの調べで、この化学工場は5つの製造段階に分かれて、サリンを5つの工程を経て作る仕組みになっていたことが分かってきました。はい、でさらに3階を外します。でこちら順番が書いてますが、ここから順番に 1,2,3,4 つ目の工程です。はい、でこの部分はですね、いずれもコンピューターで制御され、自動的に反応が済む仕組みになっていました。そしてこの4番目からパイプでつながれたここ、ここが最終工程の5工程目です。でこの一角はですね、機密性を保つ特別な作りになっていまして、でこちらにはですね、作業員の毒を洗い落とす洗浄室も備えられていました。でこの最終工程の施設から、つまりサリンができるところですね。はい、最終工程、メチルホスホン酸モノイソプロピルという物質が見つかりました。これはサリンが分解した後に残る特殊な化学物質で、この物質が見つかったことがサリンの製造を断定する決め手になりました。でこのオウム真理教の施設で作られたサリンが地下鉄事件で使われたというのはどうしてそうなったんですか。はい、これはオウム真理教のサリンの製造方法が極めて特殊だったことが捜査の手がかりになりました。特殊、はい、でオウム真理教は2つの溶剤を使ってサリンを作っていました。で1つがジエチルアニン、もう1つがヘキサンです。でサリンはですね、これまでにも軍事目的でいくつかの国で作られたり、はい、欧米の文献にその製法が載っています。しかしこの2種類の溶剤を使ってですね、作る方法はどの文献にも載ってない極めて特殊な作り方でした。でこの溶剤がいずれも地下鉄サリン事件の現場で見つかったんです。しかしそれにしてもこの宗教団体がこうしたこの大規模な工場でサリンを作って、はい、そしてあの無差別テロ事件を引き起こすというのはどうもやっぱり理解できないですね。そうですね、サリンという特殊な凶器を、
本来テロや武器とは無関係のはずの宗教団体が、極めて特異な方法で、しかも自分たちの力だけで作っていたということ、ここに今回の事件の恐ろしさが示されていると思います。そのオウム真理教ですが、今から11年前、オウム新鮮の会というヨガのグループとしてスタートしていました。そのヨガのグループがなぜ無差別テロ事件を引き起こすような組織へと暴走していったんでしょうか。その謎を解く鍵は、麻原代表が信者に対して行った予言の中に隠されています。麻原代表はこの予言の中で、世界最終戦争ハルマゲドンが必ず起こり、その最終戦争を生き残れるのはオウム真理教の信者だけであると繰り返し強調していました。その麻原代表が最終戦争が起こる、つまり終末論にこだわりを見せ始めたのは6年前、フランスでのことだったんです。1989年、平成元年2月、麻原代表の一行はフランス・リヨンに向かいました。16世紀の占星術師ノストラダムスの死を調べるためでした。ノストラダムスの死は日本でも紹介され、世界の終末を予言しているとして話題を集めていました。麻原代表は自分が説く終末論に取り入れたいと考えていたのです。村井秀夫氏、石井久子氏ら幹部が同行し、それぞれ図書館などを訪ねました。さて、ノストラダムスゆかりの地、オウム真理教はビデオでこの時の訪問の様子を紹介しています。著名な研究者と会い、貴重な情報や資料を手に入れたと言っています。何を基礎として答えるかが問題になってきます。真実のノストラダムスの手による死を入手すべく、このフランスにまでやってきたのです。一行が訪ねたのはノストラダムスの会の代表、ミッシェル・ショマラ氏でした。ショマラ氏はノストラダムス自身は終末をはっきり予言しているわけではないと話しました。しかし麻原代表は納得しなかったと言います。Je pense qu'il avait déjà une certaine idée de ce qu'il voulait faire puisque la discussion, je me rappelle bien, avait beaucoup porté sur l'apocalypse, la fin du monde et je crois l'avoir déçu parce que lui, il voulait que je lui donne une date de la date de la fin du monde quoi. C'est ça qu'il attendait de moi quoi. 麻原代表が日本に天変地異が起きると信者に予言したのは1990年、平成2年のことです。根拠にしたのはオースティン彗星の地球への接近でした。予言に基づいて1000人余りの信者が沖縄石垣島に集められました。この時数百人の信者が出家し、財産を教団に寄付したと言われています。この2ヶ月前、オウム真理教は衆議院選挙で惨敗、出家した信者のお布施は教団の逼迫した財政を救いました。そのオースティン彗星を利用してですね、大ボラを吹いたわけなんです。選挙で負けた時点でもう教団を辞めようかと思っていると、そういう言葉を話していました。その出家していた人たちのがもう選挙活動なんかで疲れ切ってですね、逃げ出す人が多数出ましたし、その経済的な面ともうやる気の面で教団がやっていけなくなってしまったんですよ。その後、麻原代表は最終戦争が近いという予言を繰り返すようになります。このハルマゲドンによってほとんどの人類が死に絶えてしまうかもしれない。しかし一部に生き残る人たちがいる。オウム真理教で修行した信者だけが最終戦争において生き残ることができると説きました。この頃、オウム真理教は熊本県浪野村に大規模な道場の建設を始めます。地元住民との間にトラブルが起きました。建設用地を不正に手に入れたとして幹部が逮捕され、麻原代表も熊本地検の事情聴取を受けました。麻原代表は宗教弾圧だと強く反論しました。今のマスコミの動き
警察の動きを見ると、日本でただ一つの自己の悟り下脱へ到達しようとする道を封じ込もうとして、1991年平成3年麻原代表は、私は現代のキリストだ、世界を救えるのは私以外いないと宣言し、自らを神聖化していきます。自分たちの中の世界を極度に神聖化するとともに、外の世界を極度に邪悪なものとして考えてしまうっていう、それの落差がどん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 こうエスカレートしてきたんじゃないかっていう気がするんです。同じ1991年、オウム真理教は現在第六サティアンが建てられている場所である修行を公開しました。密閉した地下室に5日間閉じこもるという修行です。修行を終えて姿を現したのは上祐文弘氏でした。麻原代表は1991年を救済元年と定めて、最終戦争が近いと強調しました。この救済元年が救済3年あるいは救済4年の時、おそらく日本は戦争に巻き込まれるでしょう。その戦争に巻き込まれた段階でどう生きるのかと。修行を積まれば生き残ることはできない。麻原代表は信者に向かってそう強く説いていきます。今ご覧いただきましたように、麻原代表は迫り来る世界最終戦争を強調し、自らを救世主と称して1991年をその救済元年と位置づけました。ではその世界最終戦争はいつ来るのかということになりますと、この麻原予言では実は次々に変化をしているんです。ここにありますのは麻原代表の予言です。まず7年前、1988年ご注目ください。この時は2003年に破局が訪れると言っています。そして4年後、1992年この時はですね、その時期が97年から2001年の間というふうに変化をしました。さらに翌年です、1993年ハルマゲドンは1997年であると言ってるんです。そして今年の初めのことです。ご覧ください。1995年、つまり今年ですね、今年の終わりから一気に日本はハルマゲドンへと動いていくというふうに変化をします。こうして麻原代表は世界最終戦争の時期をなぜか早めながら、自らの言うこのハルマゲドンへの備えを着々と進めていくことになるわけです。でその出発点が、麻原代表が救済元年としました1991年でした。これ以後、宗教団体とはとても思えない動きが以前にも増して目立つようになりました。救済元年と定めた1991年、オウム真理教はロシアへの進出を始めます。92年、平成4年3月、麻原代表はおよそ300人の信者を率いてロシアに行きました。この時麻原代表は当時のルツコイ副大統領、ハズブラートフ最高会議議長など要人と次々に会いました。その1ヶ月後にはモスクワ支部の開設を認められます。さらに放送局と契約し、ラジオやテレビで独自の番組を放送するなど、急速に勢力を拡大しました。海外に進出する一方で、オウム真理教は山梨県上九一色村に大規模な施設の建設を進めていきます。そこで住民との間にトラブルが起きました。地元住民が村役場に提出した要望書です。オウム真理教が土地の境界を無視し、第六サティアンと呼ばれる施設を建設しようとしていると抗議したのです。相手は教団幹部の早川清秀容疑者でした。
早川容疑者はロシアへの進出の時も中心的な役割を果たしています。オウム真理教の勢力の拡大の先頭に立ち、トラブルの処理に大きな力を発揮してきたと言われています。尻拭いっていうのかな、教団の。つまりこう嫌な部分ってありますよね。法律問題ですとか土地の問題とか、あとなんか外交ですとかね、外国行ってそのなんか交渉するですとか、当然もその危険も伴うわけですけれども、そういったことをもう一手に引き受けてたのが早川さんです。施設建設の中止を求める住民に対して、早川容疑者は境界線を犯していないと主張し、全く取り合おうとしませんでした。あれはオウムの土地だと言って宣言したわけですけど、もうその時点で宣戦布告されたわけですよ。我々はこの土地はね、オウムの土地だという言い分ですから。住民たちの抗議をよそに建設は強行され、第6サティアンは完成しました。住民とオウム真理教とのトラブルは増え続けていきました。覆面をした信者が修行と称して村の中を歩き回り、住民を気味悪がらせました。教団のショベルカーが横転し、運転していた信者が死亡するという事故も起きました。トラブルが続く中、住民は土地をオウム真理教に一切売らないという申し合わせを行いました。早川容疑者は新たな手段で住民に対抗します。去年建てられた教団の倉庫、この敷地の購入は秘密のうちに行われました。早川容疑者は上九一色村の土地を購入するために、オウム真理教の名前を表に出さず別の会社の名前を使っていました。東京にあるブレーメンという会社です。地元住民や役所に気づかれないようにするためでした。オウムさん側の人間が入って、そのオウムさん側の誰かの名前でその会社を登記するにしても、登記して土地を購入するにしても、その名前が表に出た場合、その国土法が通らなかったりとかする問題が万が一出るとまずいということで、うちの方の名前を使って、一応土地購入までは。これはオウム真理教とブレーメンとの間で交わされた覚書です。土地を購入した後、ブレーメンの代表者は辞任し、教団側の人物が社長に就くことを取り決めています。早川容疑者は土地代金を支払う時になって突然姿を見せ、数千万円に上る現金をその場で支払いました。上九一色村の施設を完成させたオウム真理教は、この後も各地に道場などの教団施設を増やしていきます。東京江東区にはオウム真理教新東京総本部が作られました。建設にあたって住民には事務所と道場を兼ねた施設だという説明がありました。しかしここでも住民とのトラブルが起きていました。おととしの4月、住民は事務所や道場には不似合いな大きな機械が運び込まれていることに気がつきました。異変に気づいた住民たちは写真を撮り始めました。その数は1000枚近くに上ります。写真は昼夜を問わず、何か動きがあるたびに撮り続けられました。おととし5月15日、直径2メートルを超える円筒形の巨大な装置が運び込まれています。その後数多くの換気扇や排気ダクト、さらに大量のドラム缶も持ち込まれました。一体何を始めようとしているのか、住民の問い合わせに教団からは何の回答もありませんでした。
写真には教団幹部も多数写っています。オウム真理教で科学部門の責任者であった村井氏も頻繁に訪れていました。資材の搬入などに立ち会い指示を出しています。6月8日には朝原代表が村井氏を伴い姿を見せています。資材の搬入は深夜に及ぶこともありました。早川容疑者の姿も見えます。早川容疑者はロシアへの進出、上九一色村での施設建設でも先頭に立っています。宗教のね、そういう団体でしょ、それがそういうなんか工場、あたかも工場のね設備みたいなものがどんどん入るということが重なってね、余計やっぱり周りの人は不安に思ってね。6月28日、施設の屋上から突然白い煙のようなものが噴き出しました。施設の周りには何とも言えない悪臭が漂い、食事を取ることもできないほどの匂いだったといいます。悪臭はその後4日間続きました。悪臭に耐えかねた住民は7月1日施設前に集まりました。住民の教団に対する抗議は2日早朝まで続きました。代表として話しようって言ってんじゃん。どなた？だってね、今まで公園に20羽ぐらい鳩がいたってね、スズメがいたら1匹もいないよ、あんた鳥が逃げるとこで生活できるかお前、いくらなんだってさ。おーし、鳥かごめ、おい、鳥かごめ、全部鳥かごめ。明け方4時過ぎ、朝原代表が姿を見せました。お前め、さっきから出てこってんの、出てこないじゃんかよ。大丈夫、競争ですから。今やるんだろ、早くてんじゃん、車から。よし、それかよ。消防出ろよ。どこだ、どこだ、どうしました、どうした。この時の写真には井上容疑者、早川容疑者も写っています。住民代表の松川さんが朝原代表に、悪臭はもう出さないでほしい、悪臭の原因は一体何なのかと詰め寄りました。朝原商工氏はそのオウムの人はね、決してその悪臭だとか、あの匂いを嗅んで嫌悪感を感じないんだというようなことを言ったんですよ。それでね、大豆油とその香水を混ぜたものだって。2週間後、江東区の公害課が立ち入り検査をすることになりました。しかし、オウム真理教は検査の前に多くの機械やドラム缶を運び出しました。機械やドラム缶は車に乗せられ、どこかへ運ばれていきました。車はほとんどが山梨や沼津のナンバーだったといいます。周辺の住民から不可解と見られたこうした動きは、今から思いますと武装化への基礎作りの中で起きた出来事だったようです。そして1993年以後、オウム真理教は武装化へ向けた本格的な準備に入ることになります。この時期の朝原代表の発言です。1993年のことなんですが、自分たちは毒ガス攻撃を受けている、そしてサリンという具体的な神経ガスの名前も挙げています。その翌年、1994年にはこうした主張に加えて、自分たちを銃によって射殺する計画もあるんだと言及するに至りました。つまりオウム真理教は自分たちは被害者だと主張をしていたわけなんですが、実はこの時期、一方で山梨県上九一色村の施設ではサリンを作り始め、そして銃の密造疑惑に結びつく動きも顕著にしていった時期でもあったんです。
神経ガスあるいは精神錯乱剤と呼ばれるものがオウム真理教に対して噴霧され続けてきたことは間違いない事実である。山梨県上小石1993年平成5年頃からオウム真理教は毒ガス攻撃を受けて教団の調査でも明らかだと主張してきました。それらが通過した後には決まって屋外で作業中の信者が体の不調を訴えた。これが毒ガス検知器です。史上最強の毒ガスの一つと言われているサリンを検出することができます。毒ガス攻撃を受けるから中に入らないように窓を閉めなさいって言われてね。だからどこからガスが来るんですかって言ったら、そのヘリコプターから撒かれてるって言うんですよ。サリン撒かれた、そういうことを言い出したのが93年末から94年初めだと思うんですけど、その頃からいよいよ戦いの時が来たってことで戦闘態勢に入っていったと思うんですが、朝原代表が毒ガス攻撃を受けていると説法で発言する陰でオウム真理教は密かに大量の化学薬品を買い集めていました。そのためにオウム真理教は4つの関連会社を設立していきました。関連会社の設立でまず中心になったのは石川浩一容疑者でした。石川容疑者は方向官房というオウム真理教の秘書部門の事実上の責任者で朝原代表の側近の一人でした。1993年おととし3月、東京大学医学部の学生だった石川容疑者は大学の知り合いの学生に化学薬品を買うために会社を作る、役員として名前を貸してくれないかと声をかけました。石川容疑者は南青山のオウム真理教東京総本部に何度も呼び出して強く迫り、学生は結局名前を貸すことに同意しました。毎日毎日今必要にですね、電話なり、また呼び出しなり、またその他のですね、非常にちょっと精神的な圧迫というのをですね、使いまして、例えばですね、非常に地獄に生まれてしまうとかですね、動物に生まれるとかですね、そういったことを繰り返し繰り返しですね、だんだん追い詰めていくわけですね、言って。こうして4月になって化学薬品を購入するための最初の会社が東京都内に設立されました。事務所はプレハブの建物でした。学生にはその後の会社の動きは一切知らされませんでした。同じ頃、化学薬品購入のための会社がもう一つ設立されました。社長になったのは大学の薬学部出身の信者でした。社長の長谷川茂之容疑者は薬学部を卒業後化学メーカーに勤めましたが、9ヶ月で会社を辞めてしまいました。修行に専念したいというのが退社の理由でした。長谷川容疑者はおととし4月から1年間のうちに3つの化学関連会社の設立に深く関わりました。いずれも毒物や劇物などの販売を目的としています。化学薬品を買い集める中心的な役割を果たしていったのです。長谷川容疑者が買ったのはサリンの製造にも使われる物質をはじめとしたさまざまな化学薬品です。しかも大量に購入していました。イソプロピルアルコール、サリンを作る最後の工程で必要なものです。ドラム缶150本、24トンを買っていました。地下鉄サリン事件で検出されたジエチルアニリン、年間の国内全体の生産量の 10% に当たる50トンもの量を買い集めていました。やはり地下鉄の事件で検出されたヘキサン、印刷用のインキの溶剤として使うという理由で30トンを買っていました。オウム真理教の化学関連会社
ベックの専務池本清。この池本と名乗る男から取引を持ちかけられた商社の営業マンから話を聞くことができました。専務という名刺を持ってきまして、もうその時にびっくりしたんですけども、非常に若い、まあ、やっぱり25、6の年齢に見えたわけですけども、青白い顔した大人しそうな感じだったですね。詳しい打ち合わせをするため、営業マンは山梨県多富町の会社を訪れました。会社の事務所には宗教との関わりを示すものはなく、オウム真理教の会社とは思わなかったということです。池本と名乗る男は取引の条件を示してきました。金上に止めがないという感じですね。たったの1時間以内に、いや4トンだとか5トンだとか言っとった話が、いや50トンでもいいな、20トンでもいいな、すると20トンというと600万ですね。まあ、ご存知の通りバブル崩壊後で、景気が非常に悪いと、まあ、売上利益とも喉から手が出るようなうまい話がこう飛び込んできたわけですけども、喜ぶと思ってたんでしょうね。量が多くてキャッシュで払うということであれば、当然一つ返事ね、イエスで売ってくれると思ってたと思いますね。あまりにも良い条件にかえって不審に思った営業マンは、薬品の使い道などを聞きましたが、答えははっきりせず、結局取引には応じませんでした。関連会社の池本と名乗る男は実は長谷川容疑者だったことが警察の調べで分かっています。オウム真理教は関連会社を使うだけではなく、偽名まで使い、豊富な資金に物を言わせて大量の化学薬品を買い集めていたのです。オウム真理教は銃などの武器を密造していた疑いも持たれています。山梨県富沢町にある青龍商社と呼ばれる教団の施設です。ここが武器の密造工場だったのではないかと見られています。先月8日、警視庁はこの青龍商社を家宅捜索し、120点にも及ぶ大型の工作機械を押収しました。金属の特殊な加工に使われる精密機械も発見され、疑惑が強まりました。ロシア製の AK 型自動小銃、これをモデルに銃が作られたとみられています。先月6日には自動小銃の部品とみられるものが教団幹部の運転する車から多数発見されています。青龍商社建設の様子を地元住民が写真に記録していました。建設が始まったのは1993年平成5年の2月、ラジオなどを作る工場だとのことでした。建設は大勢の信者によって突貫工事で進められ、住民は不審に思ったといいます。わずか2ヶ月で地下1階地上2階の建物が完成、次々と工作機械が運び込まれました。まあ、要するに機械がいっぱいあ入ってたからね、はっきり言って。工場いっぱい、もうはっきり言って足の踏み場もないくらい引きじってあるし、機械があったからね、えらいものが入ったなというような感じで、これは違法だと、オウム真理教が所有していたとみられる工作機械のリストです。精度の高い特殊な機械が並んでいます。中でも捜査当局が注目しているのがブローチ板と呼ばれる機械です。ブローチ板はもともとパイプの内側にまっすぐな溝を掘るのに使われます。このブローチ板に特殊なカッターと回転装置を取り付けると、重心の内側に欠かせない螺旋形の溝を掘ることができます。オウム真理教が手に入れた工作機械の一部は、石川県の機械部品メーカー岡村鉄工から持ち出されたものでした。このメーカーは3年前オウム真理教に経営権を渡しています。社長は当時オウム真理教の信者でした。
オウム真理教は経営が行き詰まったメーカーに技術支援を持ちかけ、社長はこれを受け入れました。オウム真理教は社長の交代を求め、麻原代表らが乗り込んできました。これからの事業展開といたしましては、今のスプレケット、それから油圧シリンダーにつきましての他にですね、コンピューター事業に出ていきたいと考えております。会社の中にオウム真理教の歌が流れるようになり、雰囲気が一変しました。従業員は教団による経営に反発し、次々と辞めていきました。生産効率も急速に悪化していきます。麻原代表が社長になってわずか2ヶ月後、岡村鉄工は倒産しました。工場にあった100台以上の工作機械は、その後オウム真理教の手に渡り、全て持ち去られています。従業員として働いた信者の給料に充てるという理由でした。あんな無残な形に何から何まで取っていけば、逆に建物のお金はね、ほとんど価値がなくなると。どうしてああいうね、自分たちが後に、会社整理をね、しなきゃならんのに、手続きをしなきゃならんのに、かえって困るのに、どうしてああいう形を取ったのか理解ができないです。清流商社の建設が始まったのは倒産から3ヶ月後のことでした。施設が完成する前からトラックがしきりに出入りし、大量の機械が運び込まれていたことが住民に目撃されています。岡村鉄工のね、あの名前の入った大きいトラックがしょっちゅう出入りしてましたよ。あの石川県の岡村鉄工、そうです2トン車ぐらいの岡村鉄工って書いてありましたよ。清流商社で発見された多数の工作機械、集められた大量の機械が武器密造へとつながっていったものとみられています。近藤さん、今、はい、ロシア製の AK 型自動小銃という言葉が出てきましたけれども、はい、このオウム真理教の武装化の背景にはロシアでの活動があるのではないかという指摘があります。どうなんでしょうか。はい、オウム真理教はですね、軍事兵器の購入に強い関心を示したり、軍事訓練に参加していた疑いが持たれています。そのいずれの部隊も軍事大国ロシアでした。で、警察ではこうした武装化を進めていた中心人物がロシアを頻繁に訪れていた早川容疑者ではないかと見ています。で、こちらをご覧ください。はい、これは警察が押収した早川容疑者の手帳のメモの抜粋です。はい、で、このようにサブマシンガン、小銃、訓練と、軍事訓練を混ぜる記述の中に AK-47 とロシア製の自動小銃の名前が出てきます。さらにこちらですね、はい、武器一つに対して40万ルーブル、ロシアの貨幣の単位です。はい、さらにマカロフピストル、これはロシア製の拳銃の名称です。こうしたことからオウム真理教がロシアから武器を購入しようと計画していたことが伺えます。この早川メモから浮かび上がってくるのは、軍事大国ロシアでの活動を通じてオウム真理教がその武装化計画をより現実的なものにしていったのではないかという疑惑です。おととし10月のエリツィン大統領による最高会議ビル砲撃事件、この砲撃を行ったのがロシア最強のカンテミーロフ戦車師団です。その2ヶ月前、麻原容疑者がこの師団を訪れていました。おととしの8月末、麻原容疑者は戦車に乗り写真まで撮っていたというのです。Это было, так сказать, один из ключевых моментов их развития их контактов с военными. Поэтому посещение непосредственно Асахарой дивизии, очевидно, имело целью личное знакомство с командиром. Асахара 代表の師団訪問後、早川容疑者がロシアを頻繁に訪れています。おととし秋から去年の春までの半年間に合計6回、50日間もロシアに滞在しています。早川容疑者は宗教活動には全く関わらず、
ロシア軍との接触を担当していました。去年の4月6日、早川容疑者は日本から14人の信者を呼び寄せていました。この中には地下鉄サリン事件の実行を指揮したとみられる井上容疑者が含まれていました。モスクワに集結したメンバーが何をしようとしていたのか、それを解く鍵が早川容疑者の手帳にありました。捜査当局では早川容疑者がロシアに来たメンバーに射撃訓練など本格的な軍事訓練を受けさせていたものとみています。さらに去年5月上旬、オウム真理教のメンバーがエリツィン大統領の近衛師団、カンテミーロフ師団を訪れていたことを複数の軍関係者が証言しています。この訪問で武器売買の取引があったのではないかという疑惑が持ち上がっています。早川容疑者の手帳にも次のような記述があります。オウム真理教のこの時の訪問は国防省の高官が承認した武器購入のための品定めだったと見られています。オウム真理教からの脱退者が集まるロシア正教の教会、マリア・クシェコフスカヤさんもオウム真理教の熱心な信者でしたが、半年前に脱退しました。マリアさんがオウム真理教からの脱退を決意した頃、教団が目をつけたのは彼女の息子でした。彼は軍事幼年学校で学んだ優秀な軍事科学者でした。オウムに入れば科学研究ができる、そう言い残して息子は出家、以来連絡は途絶えました。Я звонила, мне говорили, он не желает с вами встречаться, с вами видеться, он не желает с вами говорить, только молитвами я спасу сына. Это грех мой, это не его. オウム真理教モスクワ支部には日本と同様の組織が作られていました。建設班、信徒班、外報班、警備班、その中で特に秘密組織として科学班が存在し、科学担当の2人の日本人と共に密かに研究に従事していたことが、元信者や捜査関係者の証言で初めて明らかになりました。Эту научную группу, так сказать, в последнее время очень изолировали и держали в тайне. Постоянно там находились, по тем сведениям, которые я имею, человек 18-20. А крыша называлась Кровинтех фирма.クロビンテック社は普通のアパートの中にありました。この会社はモスクワにある大手の屋根修理会社でした。しかし社長がオウム真理教に入信して会社ごと寄進したのです。鉄の入り口は固く閉ざされていました。あ、日本人で布団パディエだ、я слышал там говорят что-то пою пою あ、пою っ、да? あ、что что молодые ребятаLet 20-25 лет, не старше. А, да? Молодые ребята. Так вот, постарше не было ничего. Ага. А так они вот спокойные ребята. А, спокойные ребята, да? Ага. Они даже вот не выходили. 捜査当局は、この地下室に大量の薬品が持ち込まれたという情報を確認しています。しかし、地下鉄サリン事件の後、3月末にこの部屋から、薬品らしい瓶は慌ただしく持ち去られました。Работали, так сказать, в присутствии большого количества емкостей с каким-то непонятным физическим, ой, химическим веществом. Я, так сказать, не проводил анализ, но симптомы некоторые показывают, что это мог быть фосген. Фосген はロシアではサリンとともによく知られ、化学兵器として使われる毒ガスです。ロシアの捜査当局はその毒ガスが信者に対して使用された疑いもあるとして情報の収集を進めています。
捜査当局は地下鉄サリン事件が起きた直後の3月、モスクワ支部での記者会見に注目しました。この施設において毒ガスを噴霧する人間もあり、毒ガスが噴霧された形跡があり、ガスが撒かれたというオウム真理教モスクワ支部。事件は今年1月、出家者が3日連続で修行を行っていた深夜に起きました。Трое лежали в очень тяжелом состоянии. Вот я видела одну девушку, которая ходила на костылях. Это Зарин. Я не знаю, имеет он запах или нет. Вроде бы он не имеет запах. Насколько я... Он вроде не имеет запах, но очень сильно действует нервно-паралитический газ. Спрашивали, а где вы находились, в какой комнате? Ну и, конечно, они, самое было известно, в каких комнатах наибольшая концентрация газа. Все эти данные... по здоровью шаман докладывались непосредственно Фумихиро Дзёю. 捜査当局は症状から見てこのガスもホスゲンの疑いがあるとして科学班との関係を調べています。 Верующим раздавали бумажки с перечнем симптомов. Несмотря на то, что вроде бы это было неожиданно и вроде бы это было со стороны атака, тем не менее уже были заготовлены эти бумажки с симптомами.Это был именно однозначный эксперимент над людьми. 科学班とこの事件とはどのような関係があるのか、科学班が扱っていた薬品は何なのか、私たちも科学班のメンバーを探し続けました。当初、核物理学を学んでいたこの信者は、オウム真理教に入信後、大学を変え、科学の研究に専念していました。彼は何をやっていたかは答えられないと述べ、取材を固くなに拒否しました。科学班のメンバーとなり連絡を絶ったマリアさんの息子、その彼から今月のある日、マリアさんに突然電話が入りました。明日、科学班の仲間と共にモスクワを離れる、駅に来れば会えるというものでした。ориентировочно месяц, два, год, два. Сыночек, я тебя прошу об одном. Если тебя постигнет разочарование, все может быть. Нет, сынок, ты знай, ты всегда возвращайся, и мы будем вместе с тобой искать истину. Слышишь меня? Сынок, все в жизни может быть. Слышишь меня? 存在が明らかになったロシアの科学班。その実態は未だに不透明なままです。しかし彼らがロシアに残った日本人の指導者とともに地下に潜り活動を続けていることだけは確かです。オウム真理教はかなり早い時期から多額のお布施を集めるということで知られていたんですが、今ご覧いただいておりますような武装化の過程ではこの資金集めがより幅広くそして多額に行われるようになります。先ほどご覧いただきましたこの第7サティアンという建物の中にある化学工場なんですが、この化学工場は作るだけでも数十億円かかると言われています。こうした多額の資金をオウム真理教ではこの様々な形で信者から吸い上げるという方法で賄っていました。朝原代表の髪の毛、ある信者は1本5000円で求めました。信者はお守りとして持ったり煎じて飲んだりしています。信者の額に指を押し当てて朝原代表のエネルギーを注入するというシャクティパッドと呼ばれる儀式、教団の資料によると1回5万円となっています。元信者が1本40万円で購入した修行のためのビデオ、修行を早く進めるためにと半ば強制的に買わされました。私たちがグヤサマジャになっていく深遠な道である、このサンダリーの成就はあなた方が持っている怒り、むさぼり、無知、プライド、他人に見せると威力が落ちると言われ、家族4人で4本、
160万円を要求されました。こうした修行や儀式に伴うお布施は次第に高くなり、しかも回数が増えてきました。1年に1度か2度しかなかったものが、もう年に4回5回ってまあ徐々に増えてきて、まあ回数が増えたっていうか、年を追うごとに回数が増えてきたって、まあそんな感じです。1994年、平成6年、修行のための新たな経がオウム真理教の機関誌で発表されました。電極のついたこの経をかぶれば、朝原代表の脳波を受け取ることができ、修行が早く進むというものです。在家の信者が使用すると1ヶ月で100万円、時には1000万円ものお布施を求められたといいます。この年、新たな儀式も始まりました。ワイングラスに入った液体を飲ませるキリストのイニシエーション。薬剤を信者に点滴するバルドーの悟りのイニシエーションと呼ばれる儀式です。オウム真理教附属院院長の林郁夫容疑者らが液体や薬剤を使ったとみられています。林容疑者の下で働いていた元看護婦は、薬物で信者の意識を朦朧とさせた上で出家やお布施の説得が行われたと証言しています。今年2月28日、目黒公証役場事務長の狩屋清さんが拉致され行方不明になりました。この事件も信者であった狩屋さんの妹のお布施をめぐるトラブルで起きたとみられています。まあ、私が原因で拉致されましたから、もうとにかく一刻も早く出てきた元気な体で出てきていただきたい。入信して半年後、西名さんはゴルフ会員権を売るなどして教団に2000万円を納めました。そして今年1月にはさらにお布施として4000万円を朝原代表に直接手渡しました。その時朝原代表は出家することを求めました。出家すると全財産を教団にお布施として納めることになります。早く、まあ、勉強して早く、自分そばへっていうか、なんか出家しないとこうグルトのパイプが太くならないとかなんか言ってるわけですから、そのことを指したんじゃないかと思うんですけど。西名さんは薬物を使ったイニシエーションを受けさせられました。その後教団幹部に出家するようさらに迫られたのです。イニシエーションの覚めがけの時、完全にまだ意識が戻ってない時に、あなたはその2月いっぱいに出家をすると返事をしたんだから、そのこれを書きなさいってこう見たら、出家志願っていうんですかね、なんか表とかっていうのを持ってこられたんですね。ビニール袋に入って、このくらい何枚か入ってる。でそれ見たらもうすごいんですよ。全部、とにかく全部持ってるもの全部書き出すわけですよね。大きいものから小さいテレホンカードまであったと思いますけど、全部書くわけです。大きいものってのは、不動産とか動産とか、とにかくそういうものから、車とかね、いろんなそういうものから全部です。西名さんの自宅を兼ねた目黒公証役場の土地と建物は時価1億円以上します。お金が何億円も持ってるような人は、とにかく担当の大使を何人もつけてですね、絶対返しちゃダメだと、全部お伏せさせるんだというようなことで強引に
その所有の財産をお金に換えさせられていたはずです。実際私は何人も見ていますけれども、もう徹底的にやられていたはずですね。2月24日仁科さんは兄の刈谷さんにオウム真理教から出家して全財産を寄進するよう迫られていることを初めて打ち明けました。仁科さんをかくまった刈谷さんが拉致されたのはそれから4日後のことでした。ここにありますのはオウム真理教の出家者の数の推移を月ごとに見たものです。ご覧のように、ピークが2つあることが分かります。で1つは、このピーク、これは衆議院選挙敗北後石垣島セミナーが行われた頃なんですが、この頃は1月でですね、あそこに150と数字がありますけれども130人近い出家者があった時でもありました。そしてもう一つは93年の暮れから94年もこの出家者が急増しています。この時は、毎月50人から100人ほどの出家者が、半年間もずっと続いた頃なんです。でこの時期は朝原代表が、サリン攻撃を受けている年、そして、世界最終戦争が近いということで危機感を煽って出家者を増やした時期だったんです。その94年の6月、オウム真理教は武装化へ向けて組織を大きく変えます。象徴性が導入されることになるのです。でその疑似国家組織の中でサリンが作られて、そして地下鉄サリン事件へと突き進むことになります。近藤さん、この地下鉄サリン事件はどんなふうにして引き起こされていったんでしょうか。はい、今回の事件は朝原容疑者の指揮のもと事件を計画立案したグループ、ここには最高幹部の早川容疑者が含まれています。さらにサリンを製造したグループ、そして実際に車内に撒いた実行犯のグループ、この3つに分けられると見られています。このうちサリンを製造したグループは教団の科学技術省や厚生省と呼ばれている組織から専門知識を持った人材を集めて作られたと見られています。その中心になったのが土屋容疑者、はい、大学院で有機化学合成を学んだ専門家です。さらに遠藤容疑者、大学でウイルスの遺伝子工学を学んでいました。そして渡部容疑者、大学で機械工学を学んでいました。このように製造したグループには理工系の大学を卒業した人材が数多く含まれていました。その中心だった土屋容疑者はどのようにしてサリン製造へと突き進んでいったんでしょうか。その道筋を見てみることにします。オウム真理教に巡り合って、まさにここが自分の居場所なんだと、思ったわけです。朝原代表に対してはどういうふうに思ってますか？もう完全に信頼しています。100%。土屋正美容疑者がオウム真理教と出会ったのは今から6年前、筑波大学大学院生の時です。土屋容疑者が書いた修士論文、専攻は有機化学でした。指導した教授は発想力豊かで将来国際的な研究者になると高く評価していました。私は現代文明というものに危機感を持っていました。それで今現在の現代科学に加えて、そこにその精神性、つまり科学と宗教の融合というものに非常に興味がありましたので、そういった集団が団体があったならばそこに所属しようというふうに考えていました。土屋容疑者の母親が入信の経緯についてメモを残しています。平成元年4月22日大阪大学理学部卒の人から入信させられると書かれています。村井さんでしょうね。村井っていう人だと思う。今の科学なんとか庁のトップやってる人だから、もうその時にもうマークされたんだなと思って今思うとね。土屋容疑者を誘った村井とは教団の科学部門の責任者で朝原代表の側近村井秀夫氏のことでした。村井氏も土屋容疑者と同じように理科系の大学院出身です。
村井氏を指導した教官によると、独創的な頭脳の持ち主で神秘的なものへの関心が深かったといいます。大学院を出て大手鉄鋼メーカーに就職した後、オウム真理教に入信しています。麻原彰子が浮いてる写真を持ってきて、いや本当に浮いてんだと言った、空中浮遊をそのうちするんだというようなことは真面目に言ってましたけどね。浮いてどうするんだって言ったら、彼はこれが浮けば核戦争を抑止できるんだとマジに言ってましたけど。オウム真理教は科学的な宗教であると標榜しています。村井氏は優秀な理科系の学生を勧誘し、科学研究のグループを組織していきます。村井氏の勧誘を受けた一人が土屋容疑者だったのです。村井さんがどのような研究をしているのかと、そういう話を聞きました。村井さんがやっているその研究テーマというのに対して非常に関心を持ちました。土屋容疑者の両親は大学院を続けるように説得し、一時は自宅に連れ戻しました。しかしオウム真理教は必要な嫌がらせを繰り返しました。これは3日目か。自宅の周辺などに親が息子を監禁しているというビラが配られました。またオウム真理教の車がやってきて、2週間にわたって麻原代表の説法や歌を流し続けたのです。修行しろ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 とずっと続けるんですよ。それから麻原孫子が応援してる、頑張れ土屋君頑張れとかね、なんか親の言うことは聞くな、あなたは親のペットではないとか言うんですよ。そうしたら翌日になると自分の方から僕は親のペットじゃないなんて言い出したりしてね。結局土屋容疑者はオウム真理教に戻り出家しました。1993年、土屋容疑者は第7サティアン横にプレ株の実験室を与えられました。教団での彼の名前を取ってクシティガルバ島と名付けられました。実験室を与えられた土屋容疑者がすぐに始めたのは、大量の実験装置を買い揃えることでした。取引した業者によりますと、科学機器のカタログを見ては高価な器具を電話で次々に注文してきました。金に糸目をつけない買い方だったといいます。これは化学物質を濃縮したり蒸留したりする装置です。不要な成分を取り除くもので、本格的な化学実験には欠かせないものです。1台100万円です。これはどんな化学物質でも検出できる分析装置です。微量の有毒ガスも分子構造まで細かく分析して何のガスかを特定できる性能を備えています。1台1000万円もします。日本に十数台しかない化学合成装置です。販売業者もめったに扱わないこの装置を、土屋容疑者はカタログを見て注文しました。これの注文はですね、生産の方からですね、この機械が欲しいということで正式な名前が上がってきて、その注文でしたから、私どもではこれ機械よくわからない機械だったものですから、どこへ注文すればいいのか、それも全て土屋さんの方からお聞きして連絡しました。業者にさえあまり馴染みのない化学合成装置とはどんな機能を持つのでしょうか。これは土屋容疑者が買ったものと近い性能を持つ装置です。薬品を入れて温度や反応時間などの条件を打ち込んでおけば、あとはコンピューターが自動的に化学物質を合成してくれます。危険物や猛毒の物質でも人の手を借りずに合成することができます。大手の化学メーカーの研究所でもあまり持っていないこの機械を一体何に使うのか業者が尋ねると、土屋容疑者はコンピューターの半導体の研究に使うと答えていました。これらの実験装置は注文から支払いまで全てを土屋容疑者が一人で担当していました。2000万円を超える装置を買い付けたこともありました。土屋容疑者はわずか半年余りの間に300点、
総額で6000万円もの実験装置を買い集めていました。去年の7月初め、第7サティアン周辺で異変が起きました。突然周囲の草木が枯れ出したのです。枯れたのはブナやシダ、イチョウなど夏に枯れるはずのない植物ばかりでした。7月9日、猛烈な異臭が第7サティアン周辺で発生しました。近くの住民が避難するほどの匂いでした。そこを下ってきたら、もう下っていくに従ってこう深みに入っていくと、入っていくとこう海へ入っていくとこう水圧で音鳴る時あるでしょ。ああいう感じでね、もううわっと匂いが来る感じで、下へ行けば行くほど匂いがうわっと来る感じでね、それでも息を止めて走っていった。周辺の住民は第7サティアンで何をしているのか説明を求めました。しかし何の回答も得られませんでした。NHK が入手したオウム真理教の科学班のメンバーが書いた実験ノートです。異臭が発生した直後の7月9日の午後から水の汚染調査が行われていました。調査は4日間にわたり、教団周辺の60カ所余りで水のサンプルが採取されています。ノートにはサリンについての記述が出てきます。スタンダードサリンという言葉です。これは純粋なサリンを薄めた溶液のことを意味しています。採取した水をこれと比較し、サリンで汚染されていたかどうかを調べていました。つまりこの時すでにサリンを所持していたことがうかがえるのです。さらにオウム真理教は去年10月から付属委員を通してサリンなどの解毒剤を大量に購入していました。20ミリリットル入りの瓶で600本、およそ300人分にも上る量でした。警察では土屋容疑者が実験室でサリンの製造実験を繰り返し、そのデータをもとに異臭騒ぎの起きた去年7月以前にすでにサリンが製造されていたものとみて、製造した時期の特定を急いでいます。こうして作られたサリンが朝のラッシュの時間帯の地下鉄の中に持ち込まれました。近藤さん、この実行犯の中心は井上容疑者だったようですね。今回の事件は井上容疑者の指揮の下、10人の実行犯グループがいたとみられています。で、警察のこれまでの調べで、2人1組で5本の電車に乗って、1人がサリンを車内に置く役目で、もう1人が見張り役だったとみられています。で、この実行犯グループの中には教団の幹部が多数含まれていました。はい。治療省と呼ばれていた組織の責任者だった林容疑者、実証と呼ばれていた組織の責任者だった新見容疑者、また豊田容疑者、科学技術省と呼ばれていた組織の幹部でした。こうしたことを見ても、今回の事件が麻原容疑者の側近だった人物を中心に引き起こされたということが言えると思います。その実行犯の中心人物だった井上容疑者ですけれども、井上容疑者は高校生の頃にオウム真理教に入信をした麻原代表の側近中の側近と言われる人物でした。麻原代表の側近の一人、情報省責任者の井上義弘容疑者25歳、地下鉄サリン事件をはじめ数々の事件に関与していたと見られています。入信したのは高校2年17歳の時です。若者の宗教ブームを取り上げた7年前の番組に入信間もない頃の姿が記録されています。この時井上容疑者は卒業を間近に控えた高校3年生、すでに仲間の信者と共に共同生活を送っていました。これしか食べられない。やっぱりこれからずっと修行してここでそうですね。ただ修行に進むっていうから楽したいと思ったらもう落ちてしまいますので、自己の苦しみを喜びとして他の苦しみを苦しみをさせる、それをできるだけ
心の中で言うんじゃなくて、できるだけ実行に、行動に移したいと。なかなか行動に移せませんから、そういうふうにしたいですね。高校の卒業アルバムには、空中浮揚のイラストが載せられていました。井上容疑者は、家でも学校でも暇を見つけては修行を重ねる熱心な信者でした。井上容疑者は入信してわずか1年余りで教団内部での名前を与えられました。若い信者が多い教団の中でもとりわけ早い昇格でした。朝原代表が与えた名前はアーナンダ、釈迦に最も可愛がられていた弟子の名前です。朝原代表は機関誌の中で次のように書いています。私が彼にアーナンダという名を付けたのは、将来において私のそばに来るんじゃないかという予感みたいなものがあったことによる。彼は天才だね。もっとスケールが大きくなって救済を意識してほしい。井上容疑者は1000人を超す人たちを入信させたとも言われ、集めたお布施の額は教団内部でも群を抜いていました。例えば孫子からビラ配り何万もやれって言われたら、もうその日のうちにやるとか、まあ、そういったもう本当にやれって言われたことに対しては、あのすごい実行力でしたし、それだけ実力派でしたよね。そのどんなに不可能なことでも言われたらもう何が何でもやるっていう感じ。朝原代表が世界最終戦争を唱え、教団が武装化を図っていく中で、井上容疑者の役割も変化していきます。井上容疑者は拉致監禁事件や盗聴工作など教団の裏の仕事を指揮していたと見られています。地下鉄サリン事件前日の3月19日夕方、井上容疑者は5人の信者を東京杉並の活動拠点に集めました。去年の11月に井上容疑者が千葉県の男性の名義を使って借りていた住宅です。ヨガのですねセミナーを開きたいからっていうことで井上氏から電話がありまして、できたらもう今日も明日でも仕事休んでも来てくれと、すごくこう日にちを焦ってられたような感じを受けましたけどね。今その周りに知れるとちょっと困るから、周りの人には一切言わないでくれと、その借りることですねと言われました。午後7時17分杉並の拠点を出た井上容疑者らはまず近くのマンションへ向かい、爆発物を仕掛けました。ここにはオウム真理教に理解を示していると言われた宗教学者がかつて住んでいました。オウム真理教周辺への攻撃と見せかける偽装工作だったと見られています。井上容疑者らは今度は青山方面に向かいました。午後8時50分南青山のオウム真理教東京総本部に火炎瓶を投げ込みます。実行犯として逮捕された信者は警察の捜査を攪乱するための自作自演の犯行だったと自供しました。午後10時半過ぎ、井上容疑者らは今度は渋谷区内のマンションに集まりました。井上容疑者はこの後地下鉄サリン事件の実行犯と合流したとみられています。井上容疑者の指揮で動いたとされる地下鉄サリン事件の実行犯は10人、自治省責任者だった新見智光容疑者、附属医院の院長林郁夫容疑者、科学技術省幹部だった豊田徹容疑者が含まれていました。このほか計画を立案したのは早川容疑者らであることも分かりました。そして朝原代表が井上容疑者らに計画を実行するよう指示したものとみられています。
3月20日朝、死者12人、負傷者5000人を超える過去に例を見ない無差別殺人事件が起こりました。実行部隊の10人はグループに分かれて5本の電車に乗り込み、行動を起こしたものとみられています。朝原代表が逮捕された昨日、井上容疑者は殺人などの疑いで再逮捕されました。こうして朝原代表が春マゲドンが来るとしました。今年1995年の3月の20日、地下鉄サリン事件が引き起こされて12人の方が亡くなります。そして今最も気になるのは、このオウム真理教の作ったサリンがまだ残っているのではないかという点です。近藤さん、はい、警察では、そのサリンはほとんど残っていないのではないかと見ているようなんですが、どうなんでしょう。はい、ただ明確な根拠は示されていないので、正確なことは分かりません。ただ警察のこれまでの捜査でですね、施設や設備面から見て、サリンはそれほど多くの量はできてはいなかったのではないかと、こういうことは言えると思います。まずこの実験室の方から見てください。これは第7サティアの隣にある実験室の模型です。中はこんな風になっているんですね。このようにですね、土屋容疑者が買い集めた高価な設備が並べられています。で、非常にいい設備としましてはですね、レベルの高い 3C の設備だといいます。ただですね、このプレハブの機密性、こういうようなことから見てですね、専門家の間では、サリンはですね、1回の工程でおよそ1リットル程度、全体でもですね、せいぜい数リットル程度のサリンしか、できなかったのではないかと見ています。この実験室ではせいぜい数リットル程度しかできなかったのではないか、しかしサリンは第7サティアの化学工場でも作られていましたね、あそこではどうだったんですか。こちらですね、この化学工場ですと、1回の稼働でトンレベルのサリンはできるものと見られています。ただ警察のこれまでの捜査でですね、例えばこの第5工程、これはサリンが最終的にできるところですね、最終工程です。ここのパイプの溶接が、不十分だったことが見つかっています。でこの他にもいくつかの問題が見つかっています。例えばこの第3工程、ここは第1工程、第2工程、第3工程、第4工程、4つ工程があるところですね、ここのに原料をですね、流すパイプがですね、途中で閉じられていたり、こういう欠陥が見つかっているんです。こうした欠陥から警察では、この化学工場では大量生産には、サリンの大量生産には失敗したのではないかと見ています。ただサリンはですね、少量でも大きな被害を出す化学物質です、ですからサリンが実際に残っているのかいないのか、早急な究明が必要だと思われます。この点は本当に一刻も早く明らかにしてほしいですよね。朝原代表の逮捕によって地下鉄サリン事件については全容解明進むことになりますけれども、オウム真理教をめぐってはこの他にも一連の事件や疑惑たくさんありますね。オウム真理教をめぐっては地下鉄サリン事件以外にも、いくつかの未解決の事件の関わりが取り沙汰されています。その一つが公証役場事務長の狩屋さんを拉致した事件をはじめとする一連の拉致監禁事件、この他にもいくつかの疑惑があります。去年6月、長野県松本市で起きた松本サリン事件、そして警察庁の国松長官が狙撃された事件、こうした事件や疑惑とオウム真理教が関連があるかどうかについても、今後警察の捜査が進められると見られます。近藤記者でした。ではこの朝原容疑者逮捕を受けた今後の捜査について、警視庁記者クラブの細川記者に話を聞きます。細川さん、この細川代表、朝原代表を逮捕されて一夜明けたわけですけど、今日の取り調べでこの朝原代表はどんな様子だったんでしょうか。朝原代表は今日午後1時過ぎから通常の送検にあたる手続きを行うため、警視庁を訪れた東京地方検察庁の検事の取り調べを受けました。その後、現在も警視庁の調べが続いているものとみられます。朝原代表は昨日午後の最初の取り調べの際に、目が不自由な私にできるわけがないでしょうと地下鉄サリン事件の容疑を否認しましたが、その後は名前を聞かれても黙秘権を行使しますというだけで、それ以外はほとんど話をしていないということです。そして確信に触れる質問をされると、肝臓が悪いのでと答えているということですが、警視庁では朝原代表の健康に問題はないとしています。細川さん、その今後の捜査の進み方なんですけれども、これ何を重点に進んでいくことになるんでしょう。警視庁ではオウム真理教はサリンを製造するために数十億円とも言われる資金を使っていたと見ています。
プラントの建設や高性能の実験装置、さらに大量の化学物質の購入に莫大な金がかかっています、うん、麻原代表が了解したからこそこれだけの金を使うことができたと警視庁では見ています、はい、またこれまでの調べの結果、地下鉄サリン事件では教団の信者の中でも古くから出家している幹部クラスがサリンを地下鉄の車内に置く実行犯の役割を担当していたことが分かっています。これについても麻原代表の指示が麻原代表の指示がなければできなかったと警視庁では見ています。このため捜査は逮捕した信者を追及して一つ一つの供述の一つ一つの供述を重ね合わせながら、サリンの製造から地下鉄サリン事件の実行までの詳しい状況を解明することと、麻原代表がそれぞれの段階で具体的にどのような指示をしていたのか明らかにすることに重点が置かれています。さらに警視庁では目黒交渉役場の事務長狩谷清さんの拉致事件をはじめ、オウム真理教が起こした数々の拉致監禁事件や武器製造の疑いが持たれている事件についても今後並行して捜査を進めることにしています。またサリン製造の中心人物とみられている土屋正美容疑者が去年6月末に起きた松本サリン事件の前にもサリンを製造したことがあると供述していることから、オウム真理教と松本サリン事件の関連についても慎重に捜査をすることにしています。警視庁からお伝えしました。麻原代表は今のところ供述を始めていないようです。警視庁記者クラブの細川記者に話を聞きました。今夜はこのオウム真理教暴走の軌跡をこれまでに明らかになった事実をもとに検証していきました。で、今回のこの麻原代表の逮捕は各国のテレビでもトップニュースとして速報されました。まあ、これまでこの安全神話に包まれていた日本で起きた異常で、しかも過去に前例のないこの事件、世界的にも大きな衝撃を与えているようです。まあ、そうした安全な国日本のイメージを回復するためにも、そしてこれまでになく広がった何が起きるかわからないという社会不安を一刻も早く解消するためにも、今一連のこのオウム真理教をめぐる一連の疑惑事件の全面解決が求められています。